ハロー YouTube、今日はですね、レバノンのですね、ヒズボラというですね、武装勢力。まあ、実は、国民議会においてもですね、9% の、議席を持っている、一応政党でもあるんですけれども、ベイルートに本拠地がございます。まあ、レバノンのね、首都の。カルロス・ゴーンさんが逃げたとこですね。私もですね、5年ぐらい前、4、5年前、ですかね、コロナになる直前ぐらいですかね、に、カルロス・ゴーンさんにインタビューしに行ってました。レバノン。本当だから、レバノンで本当にコロナの規制が始まるか始まらないかぐらいの時に行ってきたんですけど、まあ、至って平和な国に今なっておりまして、1980年代に内戦が起こるまではですね、ベイルートは、中東のパリと呼ばれていた風光明媚な場所で、食べ物も美味しいし水も綺麗、雪なんかも降っちゃったりとかするようなところで、非常に良かったんですけれども、内戦が始まりまして、まあ、それで、完全にですね、まあ、観光地としてのですね、地位は主にエジプトのカイロ、そして金融センターとしての地位はですね、ドバイに奪われてしまったということで、非常に残念な街、国になってしまったんですが、本当にフェニキア人というですね、アルファベットを作った、交易民族の、首都があった場所でもあります、レバノン。そちらでですね、このヒズボラというのはですね、イスラエル勢力のですね、介入、レバノン内戦に対するイスラム勢力の介入を機にできたシーア派の組織ですね、イスラム教シーア派の組織で、イランなんかの支持を得ているというか、支援を、イランとシリアですね、隣国シリアの政治支援を受けていると。その軍事部門はですね、アラブ、イスラム世界においてですね、もうテロリストとして認知されているということで、こちらの方ですね、今回、ポケベルに仕込まれた爆弾が起動されて、昨日そちらの方はですね、一斉に爆発してですね、何人か死亡して、多くの人たちが負傷したと。これも全部ヒズボラの人たちが持ってたポケベルですね。そして、今日になってですね、今度はトランシーバーで爆発が起きまして、これは日本製のアイコムというですね、よくあるトランシーバーですけれども、こちらの方にも仕込まれ、爆弾と起爆装置が仕込まれていたということで、まあこれはですね、イスラエルのですね、諜報組織がやったんじゃないかというふうに言われております。非難の声明も出されておりまして、まあヒズボラはイスラエルに対する報復、イスラエルに対するですね、報復を考えているということで、昨日爆発したポケベルはですね、台湾製と言われておりますが、その台湾のですね、ライセンスを供給したメーカーは、うちでは作ってないと。で、そのライセンスの供給先がですね、ハンガリーにある会社なんですけれども、ハンガリー国内で、製造された形跡はないとなっていると。一方でですね、今日爆発したアイコムのですね、トランシーバーは、どうやら、おそらく日本で製造されたもので、ただ偽造防止のシールが貼られてないということで、改造を多分されているのではないか、第三国においてですね、改造されて起爆装置が付けられたんではないかなというふうに言われております。まあ、皮肉なことに昨日のですね、ポケベルに関して言うと、スマホとかを使うとですね、イスラエル軍に膨張されてしまうんじゃないかということで、ローテクな、通信手段を使おうということで、ポケベルを使ったわけですけれども、まあ、正直、電波スクランブルして、その電波の、要は暗号化と複合化っていうものをエンドトゥエンドでやらないと、多分、デジタル化はされてるはずなんですけど、ポケベルの受信機の方で、とかポケベルの電波の符号自体が暗号化されてる気はしないんで、そのままデジタルで傍受すると、どうなんだろうな。多分、傍受して、簡単にイスラエルのね、モサドとかのレベルだとですね、そういったことは多分できると思うんですよね。ある行動を受信したらですね、起爆するような起爆装置がおそらく付けられてたんだと思いますけれども、多分ハイエンドな、例えばだから、
ね、暗号化メッセンジャーとかを、使った方がいいんじゃないかなっていう気はしますね。はい。よく、有名なロシアのロシア製のテレグラムっていう暗号化アプリなんかあったりしますけど、そういったものを使って暗号化通信した方が、むしろ、まあなんか位置情報の特定とかも別に位置情報切ってれば、位置情報、まあ、特定、まあもちろんキャリアまでハックしちゃったらそれできますけど、それはポケベルも多分同じなんで、どこの基地局にいるかとか、そういった情報っていうのは多分取れると思いますので、そのローテクなポケベルに連絡手段を移したら安全というふうに考えたヒズボラのその情報責任者が間抜けだったっていう可能性もまあ結構あるんじゃないかなと思いますが、本当にあの通信機器にですね、トロイの木馬的にこういった起爆装置を入れて、3グラムぐらいの爆弾らしいんですけど、それを入れてこうまあ、怪我なり殺したりするっていうのは非常に新しい、多分世界でも初めての、これだけ大規模にやったの初めてだと思うので、こういったやり方もできるんだということで、すごく、まあ、怖い時代になりましたねと。また、まあ、このイスラエルのですね、モサドなどの、こういった秘密警察というか、CIA みたいなですね、情報機関にいる人たちっていうのは本当に、なんていうのかな、僕も実際そこにいた人に、イスラエルのテルアビブで会ったことあるんですけど、普通にベンチャーキャピタルとかやってんですよね。だから、要は、イスラエルって徴兵制があって、男子3年、女子2年かな。男女ともに徴兵されて、その後起業するケースが多いので、だからこそ、イスラエルの、まあ、軍事組織というか、そういったベンチャー企業ってのは非常に盛んであると。また、軍事で使われたような技術をですね、そのまま民生化してですね、世界を相手にして商売をしてたりとかする。まあ、これがイスラエルっていう国の強さなのかなと、そういうふうに今回の事件を、見て思いましたということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。いってらっしゃい。インターステラテクノロジーズでは、エンジニアや広報管理系の人材を募集しております。